今回は旗本退屈男取り物控え七人の花嫁後編です。前編は概要欄のリンクからご覧いただけます。旗本退屈男が大名家の毒殺騒動に挑みます。仏の伝七を月形龍之介が、早乙女備前の神を新藤栄太郎が演じています。旗本退屈男シリーズは1930年の第一作旗本退屈男から1963年の謎の竜神岬まで計30本が制作され、市川歌右衛門の代表作となりました。それではどうぞご覧ください。ご亭主。はい、ただいまちょうどお宅ゆかがわと存じましたところで。何か所用か。はい、先ほど召使いの者がこの屋根の上でかようなものを拾い取りましたのでございますが。スリのようじゃが、ああ、浪川鉄斎の置き捨て物じゃの。そのようにございます。いかがなさいました。いや、ない。預かりよ。ああ、もし。何じゃ。はい、実はその果実のお礼をと申されまして、あの猿若三夜様が。三夜が。はい、先ほどより手前方二階でお待ちかねでございまするが。せっかくながら拙者何かと頼りじゃ、吉野にお伝えください。さように仰せられまして、そのままお帰りになりましてございます。はい、なれば致し方もござりませんが、でもせっかくこうして参りましたものに一目お目にかかって帰りとうございます。ご面倒ながら早乙女様の住まいを。誰じゃ誰じゃ、そなたは。ひぼたんのお銀さんと言ってね、気がない稼ぎのお姉さんさ。そのお銀さんがこの私になぜにあざけりの笑いを。だってさ、あんまりお前さんが何もお知りじゃないからね。ご存知、早乙女さんにはおかじという、ついこの間もらったばかしの恋女房があるんだけど。今売り出しの猿若さん屋さんも、どうやら私同様、早乙女地獄にはまり込んだようだね。あ、もし。知らんだの、ご在宅かの。ご在宅なら返上され。何と言ったんだ、違うんだ、誰もいなかった。な、何コトン級のお迎えさんがな、お手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 な、これもつの金をあえずに一層中で。読めた。な、何が残念な。すっぽん間抜けの陳安先生、またまた一年度騙しに引っかかりましたな。いやー、これはこれは、ご本尊退屈男様がかような臭いところにご来臨が遊ばしましょうとは誠にもっていない。今日はおいらの帳ぼくれに投げ銭の雨が降ったんだよ。おー、それはめでたい。めでたい帳ぼくれ、ネタが絶品秀逸傑作、題しまして旗本退屈男明神下の決闘。何？いや、あの、その何、ああ、もう男の喋りはみっともないぞ。みっともないけど旦那呆れて怒れない。怒り剣舞のとっちりちんやんかったんきゅうでは仕方がない。黙れたりんこ、おじさんやい。これは言ってつ、なんじゃちんとん。ようもんどるわしおば、騙しに引っ掛けなされ遊ばされたな。何騙した、何引っ掛け遊ばして言うてみなさい。何、いや何かにもない。うなぎでわとがつながりますまい。うん、金じゃ金じゃ。くれむつの金がゴーン、なるが合図にこと急やなんて、ようもそがんどれそんな騙しを。いや、騙し方便時の意外、代わりに見なさい、三平は魚。わしはこうして酒一升をお供え物として持参いたしたではないか。なんて、酒聞くもおろか。極上特製特急の奉行義政宗、パンとこうして線を開けば、方向不行くとして当たりを払い、はなり楽天を長い。まあ、嗅いでみなさい。どうやな、ちんとんとっちりちんがん。
文句があるなら聞こうではないか。せっかくだから、わて何も言うよわ。おさ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 。ああ、待て待て。これ、違うんだ。これを一つ。何で言うなの？いずれでもよし、とくとご鑑定を。先生、あんた言うも言うもこんなもんあたりに飲まそうとしなかったな。すると毒薬。毒薬どころの話だっかいな。これは闇金座ネズミ取り。なんで闇金座。へっ、これ一服あれば五年六年お茶の子さえさえ飲むからやか知恵と吐いてこたんきゅうちゅうことになりますね。浪川鉄斎と岩見銀座。だな、大将、いてたら返事しなあれ。こけちゃこけちゃ。申せ、ぬい殿と信殿は何といたした。そうでねんで、お二人は無事に送り届けたんですが、今行ってみたら五連さんがドロンしてはりました。なに、おかじか。おかじ。どない書いて残したまに。猿若さんやと浮気の評判、妻として耐え難。身の行く末もおぼつかなく思われるままに、今日限りの縁と諦め去るとある。これは口実。誠はその身を縛る古い掟に巻き負ったのじゃ。たとえいかようなことがあろうとも、二度と元の武家に帰る拙者ではない。それを念じて身の幸せを打ち捨てるとは愚かなやつ。いてきま。いずれ分かりきったこと聞くな。これから一体電池親分とお母さんに談判してきまんねん。ならんけど、まあ落ち着かれ。たかがこれしきのことにさようにじたわたいたさずともならに、時節が来ればおかじは必ず帰ってまいる。いいところ、いいやつなさるね。ちょーんと聞いておいて。あ、目あんだか。俺だ、犯人だ。なんで様子は全くいけねえね。今夜は危ねえんです。なん、今夜は。ええ、もう上上ね、一番の老眼が二人顔見せたんで、一遍飲ましながら、まあ、それとなく糸を保っていますと、今晩か明朝、僕の相密に宗之助さんのお仕置きがあるってことです。なるほど。相続騒ぎのどさくさに紛れて闇から闇へ片付けをこんだ。だが閣僚沙乙女がその災難かって出た上からは、どっこい注文通りには参らんぞ。義則様にはお気の毒じゃ。雲州松江十三万五千石、相手にとって不足はない。すぐにこれより口火を切ろう。夏に捨てられて、土に思いのあれ根を残す。らに案じることはない、さてことはない。ちょっとちょっとと柳が招く。柳江戸前あれ洗い髪。何案じることはない、さてことはない。今度は食ってんだろう。ちょっと行って覗いてみな。え、なんだ、まだ食ってねえのか。どうして食わねえんだ。気が進まない、欲しくない。朝から何も口に入れてねえくせして、もっともらしいごとく並ぶんだよ。さ、世話焼かされて早く食っちまえよ。食べる。毒入りと知っても食べたくても食べられる。何？毒入りだ？そうじゃ。確かにその食事の中に毒が入ってる。いや、言ってたっていいじゃねえかよ。え？こいつを食おうが食うめえがどっちにしたって、お前の命に合わすといい日はねえんだからな。毒で殺されるか刀でやられるか、ただそれだけの違いしかねえもんなら、早いところで身の始末をつけるのが男の風情だと思うんだ。
よく考えてな。あまり俺たちに厄介をかけねえようにすることで。浜田総之助か。はい、助けるぞ。一緒らしいんです。いもう深刻さえな。どうなってんねん。早起きんかい。どう。とんちきめ、米の袋に何を持ち込んできたんだ。待たせたの。早朝から何を言うて。え、他でもございませんが、松平ではの神様お独卒のことお聞き及びでございましょうか。いや、存ぜぬ。ではその一人としておでんばん浜田総之助なる者、無実の罪に問われ死罪を言い渡され、金高にして10万両と言われる国元の屋敷伝法等を没収されましたことも。ああ、これこれ待て。いかにお実手を預かるその方とはいえ、口に出して良いことと悪いことがあるぞ。けれどもこれは根も葉もない風説ではございません。私めが7日にわたって密かに取り調べました。事実者と申すか。ええ。ではその浜田総之助とやらをすでに取材に。いえ、取材直前にある義人に助けられ、ただいまでは去る家にかくまわれております。ある義人と。極秘にござります。かくまわれておる猿家とは。極秘にございます。何でも極秘か。案外にその方法水臭い男じゃの。心苦しゅうございますが、事情が事情でございますので。して身共に何を望む。お力を持ちまして出羽様お独殺の真の下手人を正され。ならん、できん。なぜできませぬ。大名の江戸屋敷に手を入れ下手人を知っとられる職権は町方奉行のわしにはない。しかし光るべき手陣をお踏みになれば幕府ご老中が動かれましょう。動かれたとてどうなる。松平家は不在中の不在、ご審判に等しいお家柄じゃ。これはしたり、ご審判ならば天下のご法を踏みに入りましても。黙れ。すでに出羽様は幕府においてご病死と認定、義典様跡目ご相続のことも許されて、昨日は竜英に初のご登場さえ遊ばされたというに、今さら毒殺の何のと騒ぎ立ったところでご老中様方がお取り上げになるはずはない。なるほど。臭いものには蓋の勝手の利前、門戸之助様が家をお捨てなさるのも道理にござります。何、今そのとは何と申した。若様が
武家を嫌うも道理と申しましたが、ことのついでに今一つ、若様ご帰参の日はもはや望みはござりません。たいものに蓋をして、ことなかれかしと日を送るより、かよい者のために義に勇むこそ男の道、去るお方様のお立派さが今初めてわかりました。伝七、浜田宗之助を助けた義人とは門戸之助か。どうつかまつりましてとんでもない。あなた様のご嫡男にさような思い切ったことのできる道理はござりません。おいとまいたします。世は様々でございますな。罪もない者が不幸せの谷底に泣き悲しんでいるかと思うと、極悪どもが我が家の春と注意ずらすとして、まずは滞りなくご相続のことを相談はしたるは執着しもく大慶のことにござります。世としては望まぬところであったが、兄上様にお世継ぎがなければこれもまた致し方なきし、ただし世はご制度のことにはとんと疎いげ、巨事万端の切り回しはその方たちの力に待たねばな。とが名君と歌われるか、暗君武者と走られるかは、かかってその方たちの手の中にあるのじゃ。吉田に頼みるぞ。はあ、ところで、さて行、はあ、お前番浜田宗之助は何と処置いたしたの。はあ、その家にござりまするが、宗之助はお仕置きの直前に何者かの手によって逃亡。何逃亡とな。はあ、もっか極秘裏に行方を探りおりまするが。無用なことじゃ、取りやめ。なぜにござります。その罪を憎んで人を憎ます。屋敷伝馬との没収はやむを得ぬとしても、世は宗之助の一命だけは助け取らせたい。探索などは打ち切りいたして、肉親の者たちへも温かく計ろうと取らせ。お、なれども宗之助はお仕事しの。よい、申すな。罪は人が罰せるとも、いずれは天が罰しよう。捨ておけ。はあ、ご人生のほど恐れ入りましてございます。柳田左近の顔が見えぬようだが、何といたしたの。ちと所用がございまして、後片付け方々栄翔院まで参りましてございます。では不快のないように頼むぞ。ご案内され。こんなめったにどじは不満。例の方もなるべく早く。ご来ようだ。おや、これは飛んだ日。ああ、待て。はい。少々ものを尋ねるが。ろがい者の目がさような甘天のる拙者と思うか。何のことさ、変な言いがかりをつけるな。届けんな、まじで。何をするんだ、おい、ただまれ。ずたぶた騒ぐな。仲間の者から姉ごと立てられるほどの誹謗たんを置きなら、往生際だけは敬意しろ。ん、なんだ、お前さん、そこまで私笑ってたのかい。少々しさやって、かれこれ20日ほど前から拙者かよなき会を狙っていたのじゃ。狙っていたって。そうよ。出し抜けにまた薄気味悪いことを言いだけど、一体私をどう料理なさるおつもり。出方次第では悪くは扱わん。場合によっては玉の腰にも乗せてみよう。申し訳ございません。どうかご勘弁なすって。あ、待て、待たねえか。証文のようじゃ。金50両、新馬さんの受領騒動で、9月20日、何かは手伝い。え、何か、これはまた決定の。これは一体、どのようになったの。20日といえば今日の日付。証文の紙もまだ回ったらしいが、してみると今日、栄翔院で柳田と密会いたした。確かに何かは手伝い。この間の土脚罪と照らし合わせると、どうやら少しばかり、からくりの糸筋がほぐれてきましたね。なれども石見銀山の代金としては50両はちと高価にすぎる。お蓮様、お由良様、それぞれご筆前をお整え遊ばされてお待ちかねにござりまする。うん、参る。もし、どちらへお先に。目よ、まだお見えならぬかい。いまだお見えにはござりません。
弥生、まだかい？お耳に達しましてござりますね。それでなんと、吉典様は何とおせであった？お蓮の方様に一言ご挨拶なされましてか。お蓮殿にご挨拶、わらを後回しと言い合ったか。いえ、あの、前殿様へご奉公のお年順に。いやじゃ、ならん。たとえ何とあろうと、祝いのご詩はわらが真っ先に上がっていただくのじゃ。そうせねば、わらの意地も心も立たぬ。はよ、そなた、そこのそのご詩を持って、お蓮殿のおつぼねへ行ってたもれ、参るのじゃ。はい。よいか、よう覚えてやれ。もしもそなたが、お蓮殿に先を越されるような不守備をすれば、わらはただは起きませぬぞ。よいの。はい。それではさ、はよ、行きあれ、すぐに行け。お入りにございます。そう。お。ようこそいらっしゃられます。何かとお気遣い、恐れる。さようなよそ行き言葉は、蓮は好みません。ずっとお通りなされます。許され。やよい、ご使用持ちあれ。心得ましたもの。そのような他人行儀は弱く好まぬ。嬉しいお口まねを。それではご商売いたします。ご随意に。お口はなりません。などなしを眠っていや。行く久しく、あなた様にお幸せがございまするよう。片付けまずみと。どなたんで、どなたんでぞ、主義草の、なんとか返事なれ。もし、どなたんでぞ、アホ、なんとか言え。おう、どうしたんで。俺が何歩読んでも、返事しちゅれ。なら何もこんなところでかなっているより言っておきてみれるじゃれ。そんなこと言うけど、もしお前これが、お化けやったらどれすんだよ。おう、いつしやって、ガキみたいなこと言うね。おう、ちょっときな。え、何です。俺がな、ここで見ていてやるから開けてみろ。そんなお前、こすいこと言うなよ。もうち、何ちゅうこと言うな。こんじゃなんねえ野郎だ。見せろ。お、なんてです。へ、誰か知りませんが、こんなもの。
本日お礼の方独死。え、独死？吉典様は独死を免れたるもご自御体。下手人はおいらの方。いえ、わらわが罪でおります。わらわが吉典様に毒を差し上げるなど、そんなことのできようとはございません。下手人は他に、なんとなされました。猫めよ、戻らないよ、戻るよ。ましてございます。の話だかいな、誰ぞの天狗と違いますか。いや、おそらくは事実。なれども吉典様ご状態、おいらの方下旬といささか消せる。へいへい、どなたんです、どなたんです。そんな生ぬるいこと言ってねえで、とっとと開けろい。よてな、いかがだったでしょうか。ミステリー仕立てでしたね。うんうん、最後の終わり方もある意味ミステリーだったわ。確かに市川歌右衛門さんの決め顔にハテナマークが出てきて、何が起きたのかわからなかった。旗本退屈男取り物控えは二部作だから、このあとどうなる、次回に続くっていう感じの意味なのかしら。そうかもしれないね。他に何か感じたことはある？月形龍之介さんと新藤栄太郎さんが二人で演技し合うシーン、見応えがあってよかったな。なるほど。次回は第2部、旗本
退屈男、捕り物控え、毒殺魔伝をお送りします。そろそろお時間ね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければ高評価とチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。